パパア派としても知られるは、コーカサス地域で着用されている、毛皮の帽子である。パパア派という単語は、旧六系民族のこうむる帽子パパークに由来する。パパア派と呼ばれる帽子には2種類あり、アゼルバイジャンタイプは、クバンカと呼ばれ、丸く短く、毛足が長い。パパハ派と呼ばれることもある。 ロシアのパパン派は、筒形の高い毛皮棒であり、通常カラクールの毛皮を用いて製作される。折りたたみ式の耳当てがついているものもある。分厚い毛皮の巨大な帽子は、打撃や斬撃から頭部を保護するため、コサック機兵が軍装の一部に好んで着用するようになった。ロシア帝国が、コーカサス産無薬地域の征服を行った際に、ロシア帝国軍の間で使用されるようになり、 1855年にコサックの公式の制服として取り入れられた。その後ロシア帝国の他の騎兵連隊にも取り入れられた。ロシア革命後すぐ、パパー派はロシア帝国時代を象徴する存在であり、ロシア帝国の多くのコサック兵団がボルシェビキに反抗して戦ったという理由により、赤軍の新たな制服から外された。ロシア内戦の期間中、 多くのボルシェビキ騎兵やバシーリー・チャパエフのような将校は彼らがコサック出身であり騎兵の征服として常用していたという理由からパパー派もしくはクバンカを被っていた。パパー派は1935年に軍装として再び取り入れられたが1941年には将官など高級軍人専用のものとなりパパー派は地位を象徴する存在となった。 1994年、パパー派はそれまでのものよりも低い耳当てなしの防止となったが、これはカフカスの温暖な気候に適応しても、寒冷地では使用に向かず、強風から耳を守る効果もなかった。そのため使用に耐えないという現場の申し立てにより、再び軍の装備から外された。パパー派を軍の装備から外そうという試みは、ボリスエリチン政権時代に、 それまでのソビート連邦の伝統を廃止し、新たな国の政治体制確立公約を象徴的に実証するための試みとして実行されたが、2005年、パパー派は再び軍の装備に復帰した。グルジアのパッパーヒは毛皮で作られており、円筒型の形状をしている。パッパーヒは、グルジアの山間部、特にプシャビー、クーヘビー、ムティウレティ、 トゥシェティなどにおいて着用されることが非常に多い。ありがとうございます。